明日と明後日テスト、あ、ありま、ありがちだよね。学期末かさ、学期のなんか境目に。まあ大丈夫、なるようになるさ。なるようになるさ。そう。テストは大変だね。寒いですね。でめっちゃ寒いってわけじゃなくない？なくないウォウォって感じで。あー、学力調査あるね。暖房はつけ、今つけてないか。なんかつけるほどの寒さでもなくて、まだんー、かゆっ。終わったらつけると思います。店長がバカすぎって本読み終わった。なんかね、知ってる知ってる、有名だよね。久しさん、レインボースター、ありがとうございます。お腹が空きました。たったかたったった。はい、もう37分ということで、いよいよ明後日ですね。明後日ってやば。さてやばいですね。普通にワンピースは漫画の方を集めてます。やっぱジャンプってさ、買いたいし先気になるけどジャンプって分厚いしそう、ジャンプって分厚いしさ、あと読みたいのが数個あるけど、そうそうそう、皆さんどういう名前になるんだろう。そう、あのね、今日も仲良く02で、02世代で集まってたんですけど、なんか自然と集まるんだよね。集まっちゃうんだけど、そうそうそう、何かと集まってますけど、その時にうちらの世代何世代にしようかとか言って、そうそうって言ってましたよ。
そう、まあボケの渋滞でしたけどね。はい、うん、みんなで爆笑してましたよ。あ、でもまとまってますね。ブレイク前夜世代、黄金世代、スルメ世代、黄金豊作世代、狭間の世代、遅咲き世代、花咲か世代、黄金世代、平成の大鳥世代、令和出発世代、殺生魂世代、黄金のトライ世代。これメモしとこう。でもなんかあれ、君も今年で二十歳かみたいな人がね、多かった。毎年多いね。え、もう、え、何なんじゃ二十歳みたいな。二十歳かみたいな。そう、なんかちょっとね、話題になるような面白いやつにしたいね。ほんとスナタンにびっくり。超フリーダムスおもろ。何にしようかな。うん。そう、ひなのさんもね、一個上なんですよね。いや、ハマちゃんの写真が可愛すぎて、みんなでね、あら可愛いって言ってましたね。その AKB のさ、公式のインスタに上がってるハマ、なんかひなのさんが撮ったひなのさんが撮ったやつのハマちゃんがめっちゃ可愛くて、そう、リハの休憩中にみんなに拡散しました。見て、可愛くないって。アルビンズランクさん、うちでの小槌ありがとうございます。そうなんですよね。今日の成人式の服の中に、服の中にハマの服がミスさんって、どういうこっちゃろ。着物ブーツで結構ね、最近年は着物にブーツで行く人結構いますね。そうそう、
袴？来年の着物はでも着たいなっていうやつはありますね。そう。セナタンね、めっちゃ可愛かったです。私でも振り袖を着てるのを見たのはゆいゆいくらいなんですけど、そう偶然あって、ね、そう着たいやつはね、あるんですよ、実は。初見です、ほのかちゃん、初見ありがとうございます。成人式ね、成人式前後ものすごいスケジュールになるけど、そうですね、いつもでもコンサートがね、いつも年明けにあったりするので、それに加えてめちゃめちゃ朝からね準備しないといけないので、成人式組はだからいつもそのメンバーは特にね、成人の日はバタバタしてますね。そう、
ホエンの去年用のセーターロンティロンティーはありがたいね。でも成人式楽しみ、普通に。そう、いや別にね、ほどいてもいいと思いますけれども、そう、ほどい、こうストレートとかだったらさ、こうこんな感じだったらだらしなく見えるじゃん。そう、節目の時なのできっちりしましょうって。そうだから結ぶメンバーとかが多いかな。みたいな感じ。でも日本はそうだね、和服着る時は割と髪を結ぶ傾向にありますね。まあ、理由があるんでしょうけど。何年か前に徹夜で神田明治並んだわ。へえ。成人式は仕事で行けなかった。仕事ね、白いふわふわつけるやんな。私はつけないですね。あれなんかさ、可愛いんだけれども、あれなんか昔の成人式って感じするじゃん。そうそう、みんななんか昔はなんて言うやろね、なんかそう、安室ちゃんとかがさ、すごいおしゃれじゃない、安室ちゃんを真似するしてた世代。そう、あの辺になるとさ、あげーみたいな人が多かったじゃないですか。そう、あげーみたいな、あげぽよーみたいな。そうで、そういうなんかあげーみたいな感じだったらにめっちゃ似合うと思うんですよ。そう、あのふわふわが。けど私は骨格的にふわふわはない方がいい気がする。しますよ。なっちゃんのが一番雑誌、なっちゃんのおしゃれだよね。あとはまあそうだね、で私はガラガラしたのは着ないと思います、多分。そう、ガラガラしてるのもね、可愛いっちゃ可愛いけど、私は多分似合わないと思うし、なんか普通っていうのがね、あんまり好きじゃないんですよね。そう、かといって濃い色、もうめっちゃ濃いとか黒とかにしちゃうと、もうあの旅館の女将みたいになっちゃうんで、そう、そうそう、普通がちょっと嫌なので、ちょっと変化球を入れていきたい。この髪とかその飾りとかで変化球を入れていきたいですね。そうだから、リボンとかをうまく使っていきたいなって思います。何時まで？24時まで。
ボンとかはいい感じに、そのがっつりリボンじゃなくて、そのレース生地のリボンとかを入れていけたらすごい可愛いんではないかと思いました。黒い振り袖、そうね、あんまりないけど、でも結構最近はありますね。そのなんて言うんだろう、黒は黒だけど真っ黒じゃなくて、その柄がいい感じに成人感を、成人式感を出してるやつがすごい可愛いのがいっぱいあるんでね。そう、黒の友達も結構確か黒でしたね。そう着てましたね。友達というか、友達先輩だけど友達みたいな人とか。そうそう、キラシルビビビビキラキラ系ね。とカチューシャとかも合わせたりしますよ。そう、じゃあランキング見まーす。13位アメさん、12位フロストさん、11位アルビンズランクさん、10位 MT-07 さん、9位ヨミーさん、アミさんは8位ヒジジルさん、7位横吉さん、6位ケンちゃんさん、5位ツーリンダルマさん、4位ジャリングさん、3位ジョークスノーさん、2位アネさん、ミサが最高、1位ヒサシさんでした。ということで、ちょっとでしたが、ありがとうございました。ということで、終わります。バイバイ、また明日。